こんにちは、武蔵野市の鍼灸整体カンナリ治療院のカンナリです。今回はですね、当院で行っている慢性膵炎の治療についてお話をしていきます。今回はですね、その慢性膵炎の治療でもですね、ご自身で、セルフメンテナンス、自分でもツボを使って治療ができるように、お話をしていきたいと思います。その中で今回はですね、そのまずは治療のポイント、ツボがですねちゃんとどこにあるかというのは分からなければいけませんので、そのツボについてね、どこに膵臓のツボがあるのかということをお話ししていきたいと思います。当院ではですね、その慢性膵炎、膵臓疾患に対してですね、小松式高麗手指針という治療法で治療しています。小松式高麗手指針というのはですね、手の甲と手のひらに、針とお灸をすることで、全身の調整をしていくという、非常に変わった鍼灸治療なんですけれども、体の中から改善していくということでですね、非常に、他の鍼灸治療よりもですね、高い効果があります。ですので当院では内臓の病気に対してですね、この小松式高麗手指針というのを、第一に中心に、施術しているわけですね。その小松式高麗手指針での、膵臓のポイントというのをこれからお伝えしますので、皆さんしっかり覚えてください。はい、ではですね、ちょっと私の手のひらを見てください。ちょっと手のひらに絵を描いて分かりやすくしてみました。これは胃なんですけども、この慢性膵炎でね使う膵臓のツボというのはここになります。これ膵臓の絵でございます。で、ここの膵臓のツボの取り方なんですけれども、まず A 点を取ります。 A 点、この指のシワの真ん中ですね、ここが A 点ですね。そして今度は B 点を取ります。 B 点はこの手首のシワの5ミリぐらい上のところですね。これが B 点ですね。で、A 点と B 点の半分、ちょうど2分の1のところ、これが C 点になります。ここ、おへそになるんですけれども、この C 点からずっと点点点点ってなってますけど、こう横に行っていきます。そして、この小指と薬指の間、ここをずっとまっすぐ降りてきたところ、この交差するところが、ちょうど膵臓のツボになります。はい。この膵臓のツボに針やお灸をすることで、膵炎の治療をしていくわけです。今回はツボの場所をお伝えしました。次回以降、どうやってね、ここに刺激を加えていくのかということをお伝えしていきます。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。